ドリュー・キャリーはアメリカ合衆国オハイオ州クリーブランド生まれのコメディアン、司会者、プロデューサー、俳優、声優、脚本家である。アメリカ合衆国国内にてテレビ番組の司会者として絶大な人気を誇るキャリーは1958年にオハイオ州クリーブランドに生まれる。キャリーが8歳の頃に父親は脳腫瘍で死去。 地元の高校を卒業した後に、ケント州立大学へ進学。しかし3年在学した後に中退して、アメリカ海兵隊へ従軍。そこで6年間の兵役を終えた後に、デニーズのウェーターなどをしていた。1985年あたりから、スタンダップコメディアンとして、活動を始めて、1986年には、クリーブランドにある、コメディクラブで MC としても活動。 その後も、クリーブランドやロサンゼルスなどのコメディハウスで活躍して、1991年に、ジョニー・カーソンが当時司会を務めていた、トゥナイトショーへ出演。その後も人気に火がつき始めて、デイビッド・レターマン司会の番組など数々のテレビへ、出演し始める。俳優としても、ダニエ・クロイド主演のコメディ、コーンヘッズなどへも出演して、 才能を発揮。1997年には、ダーティージョークスビア、ストーリーズオブザ・アンリファインドというタイトルの本も、執筆した。1995年には、ABC による、ドリュー・ケリーでしょう。というタイトルの自身のレギュラー番組も持ち、ギャラも知名度もさらにアップ。その後もいくつかのテレビ番組や、クイズ番組で司会を務めており、多忙な日々を送っている。 その人気からアニメシリーズザ・シンプソンズにおいて本人役でゲスト出演も果たす。俳優として2000年に出演したテレビ映画のゼペッドではピノキオを作り上げるゼペッド屋さんを演じて意表をついた。2001年には WWE のロイヤルランブルにゲスト出場した経験もある。2011年 WWE 殿堂に迎えられた。ありがとうございます。